動物ランドやっていきましょうか。やっていきましょう。なぜこのゲームを私選んだかというとですね、はい、これ2人までしかできないパーティーゲームだ。喋ってる喋ってるなんかわちゃわちゃ言ってる左で聞いてあげないと。一応聞くわ。あ、終わったよ。喋れあ、喋った喋った喋った。一応聞いて、一応聞いていい。まったく我が輩は罪なライオンなのである。どうした、何だ、何言ってんの。誰もそんなこと言ってないよ我が輩にはみんなの心の声が聞こえるのである。心の声より先に人の話を聞いた方がいいぴょん。ガオガオビヨーンやばひどいぞこいつら相当激寒じゃん激寒だね特にライオン激寒じゃん本当に話がゴミクソ長いしさツアーモードやりますね。相当こいつらずっといんの。喋んない。こいつら排除できるモードはないの。ないよ、ね、お前を消す人間に駆除されるモードね。エクセルのイルカぐらい邪魔だ。これ2人までのパーティーゲームなんだけど、はい、俺1人でやるからそっち2人でチーム組んで。いやうるせえなこいつら。え、対決なの。対決だねこれ多分。2人モードしかない。2人モードしかない嘘でしょ。2人までなく。だってさ、うん、1人2人3人みたいな感じなんじゃない。違う違う、2人での10分20分30分だからそうだ、ね、うん、だからキヨ VS レトルト牛田チームです。だから初見だったら俺が一番うまいんだよ結局。みんな知ってるゲームをやるとちょっと上手くなってくる。まあそれは確かにね。ツアーモードは手に入れた延長メダルの数を競うモードだぴょん。ツアーを楽しみながら頑張って。延長めっちゃ黙るじゃん入れすぎだろめっちゃ静かじゃん。無能延長。あ、出発した。こんな感じなんだ。勝手に動いてる。ハンドルが勝手に動いてる。あのモード、あそこの止まるごとにミニゲームがある。ミニゲームがあるって感じだね。なるほどね。それまで何も喋んねえんだけど。あ、喋ってる。バス停が見えてきたぴょん。あ、バス停が見えてきたって。嫌いなやつかな。なんでこいつらのさ、黙ってる時動きでごまかしてる。面白いな。急にふわふわ動くんだ。あ、ほう、ほうほうほう。なのであー、ハイパー。獲得できるメダルは何枚？20枚。よくわかんない。基準がわかんない。ピンとこないけど、ね、基準がわかんない。1枚2枚みたいな感じだったら20枚いけん。多分しょぼいんだろうな。うん、そうだね。最初だし。得意そうな方がやるか、俺ら。あー、どういう感じだ。そっちがいいよ。これは俺が 1P で 2P 列さんたちだから、左が俺で右俺だね。あー、コントローラーの振りで障害物避ける感じだ。あ、なるほど。振り続けて走る感じ。いや、違うんじゃない。あ、もう勝手に走るから。勝手に走るのを避けるだけなんじゃない。なるほど。で、ジャンプもあるのね。なるほどなるほど。了解了解。ジャンプもある。ある、ジャンプあるわ。嘘、あ、ここある。嘘、はい、行けますか。オッケー。もう俺勝てるわ、勝てるわ。笑うし、俺頼むわ。勝てるそういう名刺だいや、すごい差を出して勝ってあげる、これもう。オッケー、任せろ。行きますね。当たんなきゃいいだけだから、牛。そうそうそう、はい、こういうゲーム得意だろ。いけるいける。ジグザグコブタレースハイパー、名前なんかハイパー言う。別にハイパーいらねえ。いらないよね。ハイパーじゃないの知らねえんだから。おお、すごいすごい躍動感は。だいぶ豚かわいい、かわいいね。リアルだな、ちょっとベイブじゃん。めっちゃまつげ長いじゃん。とかいい、かわいいとか言ってる。まつエクしてんじゃん絶対いける。俺どっちの画面。牛右。右か。あ、押せよ俺も。いいよ。左俺ね。移動。ダメ牛。移動。かわいい豚。ゴーシュー。さ、もうちょっと奥見せてくれない。なんで手前に向かった。痛い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 。やべ、いいよいいよいいよ。一旦真ん中戻る。なるほどなるほどなるほど。こういうこと。よっしゃ、オッケー。今の引っかかった。やべ、ちょっと待って。牛が、あー、牛が、あー、牛が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 、これめずい、これめずいって。これめずいって。いけないじゃん。二つ移動するときは暴発する、暴発するって。こんな全盤だって。おい、一回もジャンプできてねえよ。暴発すぎだろ。早めにジャンプしろ、早めジャンプジャンプ。暴発すんだって。あいつうるせえな。暴発すんだよ。あいつやってねえ。暴発せえな。ジャンプジャンプ。暴発ブレ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 。そういうことなんだね。これ聞いてないじゃん。勝て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 。よし、勝った勝った勝った。よし、うわー、あいつ圧倒的。うるせえ。うわ、もう。うるせえ。いや、絶対俺がやったら勝ってたわ、もう。うるせえ。任せんじゃなかった。ああいう感じになるじゃん。ビュンビュンって言う。これね。全部当たってたよ、お前、牛。全部当たってないじゃん。なんかさ、視聴者がさ、下手とか言ってきたら俺も腹立つよね、これは。
マジでむずいから。いやこれはマジでむずいから。二人まとめて お下手様でした。本当にむずいから。子供のゲームですよこれ。激ムズなんだけど。いやいやこれ大人のゲームだよ。じゃあ次のゲームこいつらも大人の関係だからそうだよね。体の関係になってるからね。そうなの。大人のゲームだよ。だっておかしいもんねこれ。食ってない時点で。そうだよ。弱肉強食が。あ、なにこれ。え、あ、20の何倍とかできるんだ。減ることもあんだね。え、これなさった？なんか2分の1みたいなのがあったよ。あった。かける5。狭いけどね2分の1。かける5。あ、そのまんまか。よし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 。オッケーオッケー。20コインのまんまね。こんなん取らない方が良かったね。まだあるね、それは。こんな小銭拾うようなね。今ので精神的に歌詞を作ったから。あ、確かに。心理戦。確かにね。まあ、次から20コインじゃなくなるけどね。先に勝ったって絶対負けんもんね。なんか喋れ、こいつら。動きでごまかせた。来た、動きでごまかせた。見えてきたのである。お、雪っぽくなってきたよ。あ、ほんとだ、寒そう。なんかさ、じゃあペンギンのさ、ゲームとかなのかな。あーじゃじゃーん、雪国の動物みたいな感じの。ここで一緒に遊ぶアトラクションは。ちょっとワクワクするな、これ。あ、やっぱそうだ。あ、なんかチキンレースっぽくない。あー、ギリギリストップ。あー、なるほどね。2枚とかにしろ、2枚とかにしろ。1枚とか2枚、もう今後1枚とか。うわー、急に増えたな。やっぱそういうことだよね。これで5倍いったら250枚だよ。だ、ね、これ後半どうなんの。コインでもライオンさんが作ってるって言ってたからな。じゃじゃーん。 これはどうですか。ギリギリストップ。いけますか。ちょっと待ってね。まずは振る。はいはいはい。カーリングだ。カーリングだ。あー、なるほどね。こういうこすってブラシこすって進ませる。でも進ませすぎると落ちるわけだ。このさ、押し出してんのは何なんだ。それ勝手に行くんじゃないの。勝手に行くのかな。ここ最初まずパンってやって。なるほど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 。これ結構難しい。はい、いいよ、かかってきますね。まあ任しとけ任しとけ。よし、いけますか。本当に大丈夫です、さんで勝てる。勝てる勝てる。俺こういうの得意だもん。あ、来た。俺雪国出身で。本当かな。雪国、まあね。カーリングも結構やってくからね、普通に。やってねえだろ。リアルな。あそこで止める、あそこで止める。うわ、リアル。完全に可愛いじゃん。なんなら落とすわ、もう俺。いや、落としちゃダメだよ。失格じゃない。一番ダメなやつでしょ。OK、はい、OK。 いや、これ勝つよ、俺普通に勝つよ。こういうのはもう、もともと持ったゲームのセンスなんだ。あ、何回かあるんだ。イキリゲーが始まってる。もう始まってる。あ、もう50以外見えねえわ。他の数字はもう取らない。いや、もう何も言わない。普通にね、結果で見せるわ。終わったな、あいつ。いつ進めんのこれ。ふいふいふい。もうここで勢いの差はちょっと出てない。これさ、左俺だよね。だ、でもね、多分。待って待って、あ、これ行き過ぎてる。結構勢いついてる感あるけど大丈夫か。あ、でも2人とも同じぐらいの勢いに感じるけど。これ止まんの。止まる。行き過ぎてんな、行き過ぎてんな。いいかもしんない。やばいやばい、落ちろよ。見ろー。おい、頑張れ頑張れ。お前はマジに行け。おい、先先ハロー、入ってる。やほらね、ほらね。まだ1回目だから。まだ1回目だから。まだ1回目だから。2回あるから。いる。あ、そうか。いる。いや、3回ぐらいあるんだって。いる。結局50点を毎回取んなきゃ意味ないから。いる。いくよ。いや、最初の、いや、思ったより滑らせていいんだな。うるせえ。あ、なんかできてねえな。めっちゃ光ったよ。あれ何なんだろうね。確かに今レッサーめっちゃ引き勝ってたね。うん。それあんま滑らせると落ちちゃうんじゃない。いや、やばい、この勢い結構ない。やばいやばい、これやばい。落ちる。いや、勢い危ないよこれ。落ちる。これ危ないやつじゃない。あ、でも止まる、意外と。あはははは。レッドさん先 1.7、 俺 1.6。 はい、これ2つの合計とかなのかな。どうなの、いい方を取るってこと。でも左上がポイントになってるからさ。あ、まだ単純にポイントだね。あー、なるほど。待って、めちゃくちゃある。あー、じゃあもうこれが大事だ。あ、もう、はい、めっちゃ刻んでない。正直ここだけでもよかった。俺1回目と2回目別にいらねえもん。意外と飛ばせるんじゃないの。2回目さっきのだ。ほらほらほら、俺だけすごい虹。すごい、すごい虹。すごい虹。すごいレインボー出てる。あ、そのレインボー出たらね、ちょっとね、変な感じになっちゃうからね。うそ。なんだ変な感じって。よし。落ちるんじゃない、そっち。落ちるぞ。これよく書いてない。落ちる落ちる。あー、待って待って。あー、よ、いいじゃん。待って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 。わー、俺の方がすごいでしょ。本当だ、0.1。これ0.1だよ。すげえ。こっち勝ちでいいでしょ。いやいや、違う違う、点数だから結局。いや、でもさ、最終的にはさ、俺の方がさ、距離的にすごかったよ。合計点これ負けてんじゃないの。で、距離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 とかないから。おー、おかしいわこのゲーム。普
通にそれだったら初めの1回のさ、初めの1回が一番難しいんだからさ。いや、最終的な 0.1 を取ってほしいわ。ないない、そういうのなんかムカつく、普通にない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 。これどうなんの、ポイント。いや、俺でしょ。引き分けは、うん、おあいこだぴょん。ということは、え、おせえな進行が遅いね。おお、こっからだ。じゃあ2人に50個入るんだ。ドローなのにルーレットでさーてるの納得できないでしょ、これでさーてたら。これね、これはもう持ってる運のね、勝ち、量の勝ちだから。そうだね、運も実力のうちってやつだね。そういうことになるのか。ふざけんだよこれ。自分で言ったら、俺目押しするから。俺目押しできねえだろ絶対。やらかせ。えこれですよ、牛。見直した牛。これがうちのエースだよ。いらねえ、いらねえ、ほんとに。 0.2 の男じゃん。腰淡々と狙ってたから。 0.2 の男じゃん。 0.2 の男。ありがとうございます。 0.2 の男のくせに。 0.5 の男はお前だろ。 0.1 その半分じゃねえんだよ。よしよしよし、2分の1の、まあ、結果出してるからね、俺結局。そうだね、結局お前俺の半分なんだ。まだ始まったばっかりだから。そんなこと言っても、半分の男だよお前。違う、じゃあ俺がレッツさんの半分だとするじゃん。でも俺の半分だからウッシーだから、結果はプラマイゼロだからね、言っちゃえば。もう全然よくわかんない。今の全然よくわかんない。だから、あー、弾まね、これはウッシーだな。あ、俺ワンツースイッチのある的なやった方がいいってやつ。難しそう。ずっとレッドさんがやった方がいい勝負できるよ。任せろ。うちのウッシーなめんじゃねえぞ。いや本当に、いや足引っ張るよ。一番得意だよ。ウッシーはね、猿真似が得意だから。真似が得意。猿いられんの。猿真似野郎だからね。誰の。あ、ZR って書いてる。 ZR? ZR って何？トリガーのとこだね。これ押す必要がどこにあった？真似、ポーズを真似したらボタン押すんだって。あー、なるほど。え、だからそのすぐそのポーズ取ってボタン押すってことだよ。ひょっとして立った方がいいやつ？なことないでしょ。でもカルのポーズを真似するんでしょ。手だけじゃない？これ ZR 絶対やりたい。ここ、ここそれじゃない？あ、これか。園長は稀に見る正直者だよ。え、いくよ。もうこいつらの話聞かないから。園長が正直者とかどうでもいいんだよ。え、なんかさ、向くのかな、やっぱり。動きあるでしょ。あんのかな。なんか怪我しそうで嫌だな。ストラップつけてるから、なんかライトセーバーみたいなの持ってる。持ってる。おたぎみたいな。え、何、始まってる。え、ほら、え、何これ。あ、始まってるよ。始まってるよ。始まってる。始まってないだろ。いくぞ。よし、ZL。 まあ、旗揚げゲームみたいな感じかもね。そうだね、スピードの。はい、よし、スピード意識。オッケー。ポーズを真似して ZL だから、やりながら押したら意味ないんだよね、きっと。多分ダメだよ。はい、早くしろ。今もう始まってる。え、こう、ああ、ダクソ。俺、はい、全く上向けてなくない。もうこの違いが出てるわ。ウシ、ね、上向いてるよ。ウシ間違って、ウシ間違ってよ。上向いてたよ。次はどこに来る。完璧だったと自負してるんだけど。そっせーな、そっせーな。え、向けてる、向けてる。おい、向けてる、向けてる。イエーイ、はい、もらいました。ああ、何やってんだ。はい、もらいました。2回しかないのか。差が出ました。でも今、2人ともね、こっちでやってたのさ、最後の。2人ともミスは。2人ともガッチ食ってたの。2人ともミスは2人とも正解になるんだね。やろうか。2人ともミスは2人とも正解になるんだ。ペンギン3回やったのに、これたった2回しかできない。これ、精度正しい。てか、なんかスイッチの方向とか関係あったりする。あるのかな。関係ある。こいつがさ、振る待ち時間長っ。勝利のルーレットチャンス。そっか、これで俺が一気にやっちゃうか。大丈夫、こいつ2分の1しか。いや、単純にそのままかける1でも95で近くにはなるから、何でもいいわ。カーリングの方が楽しそうだった。楽しかった。よし、一瞬で終わった。はい、やばいな。逆転。一瞬で終わったし。まあいいよ、俺が取り返してやるから。全然違う方向くし。次は負けない。いや、差が出てるわ。もう145と100だもん。サルマネ苦手分野だったわ。サルマネできなかったか。本物にしかなれないからさ。まあ俺もできてないけどね、あれ。何もない。いやでもこれ今俺勝ってるからね。無敗だからね、今のところ俺まだ。俺に負けてるだ。負けてる。負けてはいねえ。負けてはいねえんだよ。違う違う、ルーレットの運じゃん。ルーレット込みだからね。で、それ0.2だから。俺 0.1 だから。込みだから。ついたのである。0.1？ そんなのないよ。あそこリプレイしよう。
なんか難しそうだね、うん、ちょっとねこれあれかな、このさこう振り向けてさシャワーを流すみたいな、これはそんなにちょっと控えめなの、控えめだね、何の差なのこの控えめとかさ、確かに本当だよ、一番初めの競技が一番激しかったと思うけど、さっきのすげえしょっぱかったのに、あーあ、標準なんか指示通り動かせばいいってだけ、早く洗い終わるって言ってもさ、このコントローラーの感じあんま振ってないよ、あ、でもシャワーを流す、シャワーを流してスポンジで泡立てる、また園長よいしょしてたよこいつ、これ振るって振るって言ってた、またまた園長よいしょしてた、振るっていうか場所っぽいな、これどちらかというと標準があるから、やべ、ちょっとあんま理解できてないけど、でもレッサーも同じ状況だからな、言って何も理解できてな い, い, やいや無敗のレトルトだからね、そうだよ ね、まあ、ね、一戦一分けの男だ負けてない無敗最終的にルーレットに持ち込みはこちらもやられるルーレットには強えからな、これとりあえず向きなんだよね、きっと全然分かんない、ちょっと分かんないよね、全然分かんない、これ今分かんない状態だね、綺麗にしよう、はい、泡立てる、あーちょっと奥で撮ってない、これ完全に綺麗だよ、思い切って振っていいのかな、そう、分かんないんだよ、加減が分かんないあ、あ、赤い来た、なんだ、あと長く、あ、こっちもあんの、あ、反対も、あ、まだまだいけるね、じゃああの一箇所、あの一箇所が、あ、いったいったいった、早く早く、加減が分かんなそうだな、これこれちょっと加減難しいわ、早く振りゃいいわけでもない、そういうわけじゃない、ね、そういうわけじゃないね、遅くてもダメだし、この、この一箇所が、あ、左もあ、来た、で、これでシャワー、あとシャワー、待って、そもそも時間がないんだけど、二人とも時間切れになったらどうなんだろうね、ルーレットに持ち越せるのでは、そうしたらよし、よし、待って、待って、あの、もう半分離して、ルーレットに持ち越せ、来た、待って、これ勝った、これ勝った、半分が上がってるもん、結果発表、うそ、あ、そういうの、ええー、おかしいって、これ勝ったね、無敗、おかしいって、絶対無敗のレートが、いや、おかしいだって俺泥以外目指してないからね、そうだね、お前を見ながらやってたから、手のひらで踊らされてたね、マジで、ほんと手のひら、ほんとじゃあなんで半分こっち向いてんの、転がせた転がせた、滑稽滑稽、おかしいわ、はぁ、ふざけてる、もう今の遠い明に遊ばれてるあのインチキ野郎と同じだからね、ほんとだよ、でこれまたあれでしょ、俺2分の1で、レッサン2倍で、いや俺5倍だよ次は、うわ踊らされてますよ、あ、こいつは飛ばせんじゃん、飛ばすわ、あ、飛ばせんだ、待って、まあ、実際俺ね、ちゃんと引き分け出してるからね、ドロー負けてないから、うん、負けてないもん、今どの、いつ押すかをちょっと今ね、聞くわ、聞く、うん、俺押しちゃった、今、東野明と打ってる初めてのヒカルだから藤原のサイがいるから、あ、2倍か、ここかコトって置いて、コトってパチンってできないの、惜しかった惜しかったー、惜しかったな、惜しかったな、ちょっとなって惜しかったな、ちょっとなるかと思ったら今ちょっと今なるかと思ったら最高だったのに全く同じ結果だったんだけど最高だったよ、まあでも一応勝ちましたよ、牛田さん、ありがとうございます、いつもありがとうございます、すいません、彼は俺の半分しか取れないから、そう悔しいな、違う違う、俺もここで稼がなきゃ、俺が稼げるポイントはここなんだよ、俺が吐き出しとくんで貯金俺がいい勝負演出しとくんで、ちょ、奪うってねえのかな、同じくらいではあんのか、そうだね、うん、今ここ勝ってもいいよ、全然全然勝ってもいいです、キリンの輪投げ、獲得できるメダルは多そうだな、あのお花をキリン、少な少な、少ね、ここは拾ってよ、牛、この20、まあ、確かに、これぐらい、そしたらそっち逆転できるもん、最悪負けてもいいってこと、おっとはダメだよ、消極的心からもう負けてるよ、そっち10点ぐらいだよな、もう勝負前から決まってるわ、はい、これ振るんだ、また確かに、これちょっとさ、あれなんだね、場所を左右の投げ分けだって、あー、そういうやつあんま得意じゃなさそうね、牛任せろ、任せろ、左、右、左、真ん中、右、左、真ん中、こうなのかな、そう、つく感じになる、一緒に合わさっちゃったらどうなるんだ、多分先に入った方がなのかな、ポイントだね、どういう持ち方すりゃいいのかよく分かんない、確かに振るのに前に出すだけでいいんじゃない、前とか、いい迷惑だな、キリンも、本当だよ、
まつげ投げなやっぱり。本当だ。みんなまつげ投げ。エクステ。レディー。食べられないよね。ほら。テレビで一緒に見るな。うし頼むよ早く早く。はい、全然わかんねえ。うし負けてるよ負けてるよ。よしよしいいぞ。え待って。いいウシ勝ってる、ね、ちょっと待って勝ってる勝ってるウシ待ってっていいよ待ってこ入らないよ入らないよいいよいいよいいよウシうまいうまいうまいキランの心掴んでんな圧勝なんでだよなんで入んないんだようまい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 なんで入んないよ純粋な実力者出ちゃったね出ちゃった同じぐらいかよ今なんかウシ負けてたおかしいって倍じゃん倍キリンの気持ち分かってねえんだよおかしいって今のゲーム一人よがり、うん、いや気持ち考えてないじゃん今の投げ方がもういやいやいやもう俺はもう寄り添ってためちゃくちゃに投げてたじゃん寄り添ってたし、ね、本当に一人よがりだよほんとお前一人よがりだったわ俺の投げ方いつもそうほんとそんなんだったかなもうほんとやめて真剣に考えるお前のなんかねお前の投げ方暴力的なんだよお前もうみんなあの投げ方嫌いだったのね、ねあだから言ってもおお5倍多いぞこれ頼むぞこれチャンスじゃん100取れるぞあもらったねいやこういうのこういうのいらねえよだって半分ぐらいで5半分ぐらい5倍だからねさあ次こういうのいらねえわ割り5倍の時点でも100じゃんいやほんと割り行ったわこれもうこの感触いったーあーいったー危なかったじゃん2分の1じゃん今取るの危なかった危なかったういあー、大差ついちゃったあー、やっぱ牛やるときやるなって思うはい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 、はい、わかったわかったわかったもういいもういいよもういいよ、もういいよ本気でやるから純粋に差が出たわさあね、あれここで一緒に結局一回も勝ってないじゃん、記憶すごい負けてないよまだ俺全然無敗、無勝なのかな一回も負けてないもんワンワンキャッチまたあの意味来たはいこれで5倍来たらもう俺勝ちだからねほぼなのであ5倍来たらねああね燃えてきたのであやってくれちなみにこれライオンの園長が作ったお金だから俺なんぼでも増やせっからそうだああ貯金で我が輩のお金であるって言って5万ぐらい出すわえあいつとどういう関係えこれキャッチさせた場所ってこと真ん中近くでいや難しすぎだろどういうことどういうことキャッチさせろってことで強く投げすぎると遠く行っちゃって中心から外れるわけだ気持ちをあんまり強く投げすぎないってことなんだよねきっとでも投げ手前に落ちちゃう可能性もあるよねってことだよねむずっいやこれだって分かんないだろ分かんないそうこれ何回やんだろ3回やるんじゃない？これはこれ系はそうだね1回2回じゃ難しすぎるもんなバカバカまだだよまだ始まってないバカバカすごい瞬間移動してきた、あガチマンがガチさん来た訪れたガチマンやっとくやっとくわ牛巻きの用意しとくわいくよオッケーこれもあれだもんね初めは振りすぎでいいよなあ、1回目だ、3回あるねこれじゃあそう、振りすぎぐらいのがね、わかるよ振りすぎ、振りすぎってねうるさい